みなさんこんにちは、ラムコスポテチャンネルのアスカです。今日は What's in my bag 2020冬バージョンをお届けしたいと思います。出かける時のバッグなんですけれども、まあスーパーに行く時はもう斜め掛けバッグに財布とスマホとエコバッグと、まあ、ハンカチぐらいの4種類ぐらいしか入れてないんですけれども、今日はちょっと出かける長めに出かける時のバッグをご紹介したいと思います。ということで、今使っているバッグは全然ブランドでも何でもないんですけれども、こちらです。オレンジのバッグです。ここにニコちゃんマークがついてます。で、ちょっとエルメスのピコタンっぽい形、素材は全然違いますけどね。で、こうバケツ型になってて、裏にこういうものちゃんとついてて、結構ね、思ったよりしっかりしてます。で、これがいくらぐらいだったかっていうと、まあ、誰が興味あんねんって話なんですけど、いくらぐらいだったかっていうとちょっと忘れたけど、1000円ちょっとか1000円しなかったか、どっちだったかなっていう感じですね。はい、でもこれは問屋で買ったので、通常より全然安かったんですよ。市場だったら1キュッパとか2000円台で売るんじゃないかなっていう感じのバッグを仕入れ値で買いましたね。これを買ったのも2年ぐらい前なんですけど、前のパートの時に仕入れをしてたんですよ。主に婦人服とか、こういうバッグとかスカーフとか小物とかのコーナーの仕入れをしてて、で、何ヶ月かに1回問屋さんに行って、あんまり大量仕入れをしない店だったので、売れそうなやつを買ってきて一点物で売ってたんですけど、もう結構ポイポイ詰めちゃうから、結構いろんな方向で入ってますね。まず財布です。これは過去の動画でも紹介してるミニマルな財布です。結構気に入って使ってます。次がこれも財布、この財布です。これは自分のお小遣い用、こっちが家計用で、こっちが自分のお小遣い用のものです。次、はい、こちらがカードケースです。ここにはもう診察券とか一切持ち歩いてないので、診察券とかポイントカードも全部もうスマホに移行してるんですけど、まあ、診察券とか動物病院とかその他たまに行くところのものが入ってます。で、昨日ちょっと歯医者に行ったので、ちょっと今入ってました。はい、次ハンカチです。はい、これは誕生日に義理の母にもらったやつです。はい、次ブレスケアです。昨日ね、歯医者に行ったんですけど、お昼ご飯まで忘れてて、歯医者だってことを。でね、ビールを飲んでしまったんですよ。先生怖いんで、めっちゃなんていうの、昔かたぎの先生なんで、そんなもし気づかれたら怖いから行く途中に買いました。本当に物忘れがひどくてね、本当に思い出してよかったです。あれすっぽかしてたらまた予約取るのがね、だいぶ先になっちゃうので、ね、歯磨きセットです。なんか今ジップロックに入れてて、本当はもここに入れてたらちょっとね、歯ブラシが臭くなっちゃうので考えないといけないんですけど、結局ズルズルこれを使ってますね。はい、一応その、まあ、止まってもいいぐらいのものが入ってます。歯ブラシとダフトブラシと糸ようじとフロスと歯磨き粉なんかこの間お正月に主人の実家に一泊したそのままの状態で、ちょっとね、外でお昼とか食べるとね、すごい詰まるんですよね。そうそう、今歯列矯正してるんですよ。なんかティッシュ入ってました。どっかでもらったんだと思う。
ティッシュとカイロが一つずつ入ってます。こういう大きいバッグ持っちゃうとなんかポイポイ入れちゃって結局なんかもう入ってるの忘れちゃうんですよね。なんかの時のためのビニール袋ですね。畳まないと、だって三角折りしといたらね、三角折りしといたらこんなコンパクトになるのに、もうそのまま入ってました。まあ、でもね、ビニールいる時はいるのでちょっと汚いけど持っとこうかなと思います。あ、なんかそこに500円玉が入ってたんだけどなんでだろう、ちょっと謎ですけど多分こぼれちゃったんですね。はい、次はポーチです。じゃん、臭い、サラリーマンの香水の匂いがする。こないだ梅田に行ったんですけど、ジョー・マローンのなんかテスターっていうか紙にシュッてしてくれるじゃないですか、あれをねもらってカバンの中にポイってしてたらその匂いがついちゃったんですよ。別にジョー・マローンが臭いって言ってるわけじゃなくって、なんかレモンバジルみたいな匂いあるじゃないですか、それの匂いなんですけど、ちょっとなんか昔のサラリーマンの匂いがするんですよ。なんかタバコとかジンタンとかジンタン古い、嫌な匂いじゃないんです。でもなんかお父さんのタンスの中の匂いがするんですよね。なんだ、懐かしい、逆に昭和の匂いがするということで、ここにはあ、そうそう、まずこれ100均なんですけど、ヘッドカッサめっちゃいいんですよ。なんか顔のたるみってその頭皮のコリって言われてて、なんかしんどい時とかなんか体調悪い時とかにこれやりすぎも良くないんだけど、頭皮マッサージすると首とかの血行が良くなるので、多分持ち歩こうと思って入れたまま忘れてました。これ100均どこで買ったかな、セリアかだと思うんですけど、めっちゃおすすめです。あとはちょっと女の子の用品が入ってて、あとカイロももう一個入ってましたし、あとこちらのこれです。あ、これは無印のプロピロピレンプロなケースなんですね。ちょっとね、犬に噛まれちゃってるんですけど、ケースで中はちょっと薬系と、ちょっと肌が弱いんでステロイド持ち歩いてるんですけど、リップ、これ乾燥した時に結構いいなって思ってるロートのリップと爪切り、これはね、なんか昔からなんか仕事してる時に爪とかが結構パキパキ割れちゃうタイプなんですよね、かけたりとか。なのでなんかこのちっちゃいやつを持ち歩くのが癖です。あとなんでこれにしたかっていうと、今ちょっとちょうど入ってないんですけど、絆創膏をよく持ち歩いてるんですよ。まあ、今は仕事してないからあんまり関係ないんですけど、仕事中にささくれとかできちゃったりとかすると痛いから、絆創膏持ち歩いてる時にポーチだとどうしてもクシュクシュってなっちゃうじゃないですか。なんかもうそれが嫌で、このケースにしたら中が動かないから絆創膏がクシュクシュしないので、この無印のケースに入れてます。このケース自体も100円とかそれぐらいだった気がするので、めっちゃいいなと思って気に入って使ってます。あとはあんまり基本的には化粧直しのものは持ち歩かないので、まあ、もし持ち歩くとしたらリップとお粉ぐらいかなということで、もうこんな感じでした。これで出かけるときは本当にこんな感じです。こういうのが、まあ、仕事をしてたらまたちょっとね、ここにマスクが追加されたりとか化粧ポーチが追加されたりとかいろいろ変わってくるんだろうけど、まあ今のとこはこんな感じです。
ということで、最後までご視聴していただきありがとうございました。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。